コンスタンティノス11世、コンスタンティノス11世、パレオロゴスドラガセス、コンスタンテノース、クシーペイライラガスドレアゲセス、1405年2月8日から1453年5月29日は、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の皇帝、在位、149年から1453年、東ローマ帝国最後、すなわち、ローマ帝国最後の皇帝である。 中世ギリシア語読みでは、コンスタンディノス11世、ドラガシスパレオロゴス。公述する数え方の違いから、12世、ないし、13世と呼ぶこともある。皇帝マヌエル2世、パレオロゴスの4、男として、首都コンスタンティノポリスで生まれた。コンスタンティノスは、歴気とした、パレオロゴス王家の生まれであったが、彼だけは母エレナの姓である、ドラガシュ、セルビアの地方領主。 ドラガシュ系のギリシア語系である、ドラガセスを生徒した。1428年、兄テオドロス2世、弟トーマースと共に、ペロポネソス半島にある帝国領の、モレアス先生公領の統治者となった。モレアス先生公時代の1429年には、パトラを併合して、かつての赤いアカイア公国力を一掃した。 さらに中央ギリシアへも進出を企てるなど、ギリシャ人勢力最後の希望の星となったが1446年オスマン、帝国の村と二世に敗れ、ギリシャ人勢力最高の夢は絶たれた。1448年に、長兄の皇帝ヨハネス八世、パレオロゴスが死去し、コンスタンティノスと彼の弟デメトリオスとの間に、後継者争いが起きたが、 結局、コンスタンティノスが1449年1月6日に、モレアス先制考領主とミストラスで定位についた。3月に、コンスタンティノスは、コンスタンティノポリス維持し、村と二世と平和条約を結んだ。1451年2月に、村と二世が没し、後を継いだ、メフメト二世は、当初は友好的な態度をとっていたものの、 コンスタンティノスが帝国を維持するために取ったオスマン帝国格乱作戦、亡命、オスマンアサコール藩ンの擁立に対して起こり、1452年7月にはボスポラス海峡のヨーロッパ側沿岸にルメリヒサール、バルカン城塞という名の城塞を築き、コンスタンティノポリスの征服を準備し始めた。これを受けたコンスタンティノスは、 西欧諸国からの援軍を得るため1452年の暮れに東方正教会をローマカトリック教会に統合させると宣言した。これはアニ・ヨハネス八世がフィレンツェ公会議、1439年から1445年に開催で署名した東西教会の合同決議に従ったものであった。しかしこの宣言は国民から猛反発を受け、 大人権軍司令官のルカスのタラス大公に、至っては、数奇教の四角棒を見るくらいなら、スルタンのターバンを見る方がマシだと公言して、はばからなかった。メフメと二世の現実主義的な性格から、たとえ征服されても、信仰の自由は保障されるとの意見も根強かったと、されている。結局西欧からの援軍も得られず、コンスタンティノスの最後の外交的努力も国内に、 亀裂を生んだだけで終わっってしまった1453年4月、メフメト2世率いる10万のオスマン帝国軍は、コンスタンティノポリスを包囲した。メフメトは、コンスタンティノポリスを明け渡せば、皇帝の安全な退去財産の保障、及びモレアスの領有を認めると提案したが、コンスタンティノスは、ローマ皇帝として最後まで戦うことを選択し、スルタンに返答した。 コンスタンティノス率いる東ローマ軍は2ヶ月にも渡って抵抗を続けたが1453年5月29日未明、ついにオスマン軍が城壁を突破。こうしてアウグストス以来のローマ皇帝の継承者は絶え、紀元前753年に起源を発するローマ帝国は滅亡した詳細はコンスタンティノープルの陥落の功を参照。 コンスタンティノポリスの陥落後、コンスタンティノスのものとされる遺体が発見された。遺体は数日間さらされたが、その後最高の栄誉を持って埋葬された。しかし、それが本当にコンスタンティノスの遺体だったかどうかは定かでなく、オスマン帝国支配下のギリシア人の間には、大遺跡と化して眠っているコンスタンティノスがいつの日か復活して、 東ローマ帝国を再興させるという伝説が生まれた。また正式には認められていないが、彼を聖人と考える、聖教ともいた。コンスタンティノス11世は二度結婚している。まず最初に1428年7月1日、エピロス先制広告君主カルロ1世特攻の名、マッタレーナ特攻、テオドラと、改名と結婚した。 しかし彼女は1429年11月に亡くなってしまった。2回目は、エーゲ海のレスボス島のジェノバ人君主の娘カテリーナ、ガッキルシオトだったが、彼女もまた結婚後間もなくの1442年に亡くなった。どちらの結婚でも子供は生まれなかった。皇帝即位後、3度目の結婚が計画され、相手もグルジア王女に決まったが、 花嫁の出発よりもコンスタンティノポリス包囲戦が先に始まってしまっため、この結婚は実現しなかった。皇帝コンスタンティノス十一世は、コンスタンティノスパレオロゴスの名前を持つマヌエル二世の息子としては二人目になる。実は、ヨハネス八世に続く自主として、もう一人のコンスタンティノスが生まれていた。その青年に関しては百九十三年から百九十八年の、 間としかわからない。彼は、生まれて間もなく、兄と共に、モレアス先生高領に避難した。父が西欧から帰国した、1403年後、兄ヨハネス8世、弟テオドロス2世は、首都コンスタンティノポリスに戻ったが、コンスタンティノスは一人モネンバシアに残され、その地で死去した、おそらくは1405年以前。なお、コンスタンティノス11世と弟デメトリオスの、 間にももう一人、ミカエル、ミハイルという名前の息子が生まれた1406年頃が、こちらは誕生後間もなく死去した。コンスタンティノス11世を12世あるいは13世とする数え方がある。まず、コンスタンティノス12世については、1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノポリス攻撃の際に皇帝に選出された。 ものの一晩だけで逃亡したコンスタンティノス・ラスカリス、ニーヤ帝国の初代皇帝テオドロス1世、ラスカリスの2位をコンスタンティノス11世とし、最後の皇帝を12世とする数え方である。また、コンスタンティノス13世については、7世紀の皇帝、コンスタンス2世の本名がコンスタンティノス、コンスタンスは小さなコンスタンティノスの意。 彼が幼少で即位したためだったことから、コンスタンス2世をコンスタンティノス4世とし、以後の皇帝をといった具合に繰り下げて数え、なおかつコンスタンティノスラスカリスをコンスタンティノス12世としたためではないかと推測される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。